どうも、赤シャッペです、今回の生態入荷情報になります、今回はですね、もうこの草類、観葉植物から水草まで入っております。結構初入荷のものいっぱいあります。でこちらですね、こちらが魚とかになります。でもう春のシーズンになってきてますので、メダカもまた起き始めてます。なので入ってきてます。まあ魚からいきますね。はい、こちらがミユキメダカのショートボディになります。ですね、結構ねガタイが良くて、しっかりと背中のところ青いライン入ってます。綺麗です。とこちら、ヨウキヒメダカのショートボディですね。ちょっと体が短い方が可愛く見える感じがしますね。はい、そして、久しぶりの入荷、国産のアルビノ主分菌です。このような感じとなっております。久しぶりに来ました。で魚どんどんいきます。国産グッピーのブルーグラスになります。国産グッピーの定番ですね。じゃあブルーグラスです。どんどんいきます。はい、こちら国産グッピーのドイツイエロータキシードになります。ブルーグラスとドイツイエロータキシード、こちらが大体国産グッピーの人気のツートップになりますね。全然お互いタイプ違うんですけど、こんな感じです。で、こちら、まあ、国産グッピープラチナジャパンブルーグラスですね。これ結構人気が派手で綺麗なんで人気高いです。毎回入れてますね。はい、皆さんお待ちかね、ネオンドアフグラミレースのオスになります。これめっちゃ綺麗ですよね。人気もすごい高いです。状態もいい。はい、こちらがちょっと久しぶりに入荷させたんですけれども、ネオンドアフレインボーになります。大きくなれば大きくなるほどめちゃくちゃ綺麗です。タナゴみたいな感じですね、めちゃくちゃ綺麗なんですよこれ。はい、でもう一個はですね、お客さんの注文分で取ったやつですね。ニューゼブラ落としになります。これは注文分ですので販売分ではありませんね。はい、そして植物に行きましょう。こちらね、まず水草から行きましょうかね。はい、こちらがトロピカシャですね。エキノドロスのローズと、バーシー、バーシー、トロピカからいきますね。バーシー、エキノドロスです。エキノドロス、はい、こちらエキノドロスの、トロピカ社のレッドダイヤモンドです。こちら3種ですね。そしてもうエキノは終了になります。で、こちら、はい、こちらがですね、プリクサのオーベルディ、プリクサオーベルディっていうやつになりますね。バラ売りです。で、メダカの、まあ、春のシーズンですので、ポテイトを入れております。うちは今年初販売ですね。はい。そしてですね、クリプトコリネいきましょうかね。まあ、最近人気のクリプトコリネ、アルビダです。こっちはアクアフルール社ですね。クリプトコリネの、コスターター、まあ、こんな感じ、見やすいですかね、こんな感じです。はい、クリプトはもう終わりかな。あ、もう一個あったかな。はい、こちらちょっとね、見えづらいんですけれども、まだちっちゃいですね。クリプトコリネのペルギネアですね。スカダウエンシスってやつ、
まだちっちゃいので魅力はないかもしれないですけどね。まあ気になる方はぜひどうぞ。で、はい、トロピカ社のパールグラスになります。これすごいね、ソイルであったら大体どこの水槽でも育ちます。まあ、後継層とか してね、あの茂りますのでぜひ使ってみてください。はい、こちらトロピカ社ワンツーグローですね。これチェーンアマゾンです。これも意外とおすすめ、前傾の後ろの方に使うのがおすすめです。はい、ブセに行きましょうかね。はい、ブセティア、赤フルのティアですね。まあ、すでにうちで売ってますからね。追加です。追加。はい、こちら SP レッドです。今回はいつも、トロピカの SP レッドいつもちっちゃいんですけど、今回はなんか株大きくなってますね。これも SP レッド。まあ、全然いつもの3倍ぐらいでかくなってる。安定のこちらが安定のトロピカになります。一番人気です。ブセはもうこのトロピカが人気ですね。はい、残りは、観葉植物系になります。まあ、1個ずつ紹介してると動画長くなっちゃうんで、バーッといきますね。こっちの方が見やすいかな。はい、こんな感じで来てます。こっちは苔です。はい、草苔一個ずついきますね。こんな感じです。この辺はちょっと最近なんか人気になってますね。ブームになってます。ツル系のやつですね。こんな感じ。はい、まあ、こちらはうちでよく売ってる、だいたい800円で来ております。観葉植物たちです。追加ですね。追加で来てます、いろいろ。はい、でこちらが、ジュエルオーキッドのシリーズになります。ちょっとですね、分かりにくいかな。はい、これ綺麗なんですよね。ジュエルオーキッド綺麗ですね。似てるんですけどね、違うんですよね。まあ、これいろいろコレクション性があっていいですよね。見比べて実物を見て、葉っぱの形がねめっちゃ可愛いですよね。はい、ジュエルオーキッド、まあ、今のところこれだけ来てます。で、ベゴニアのシリーズです。ベゴニア、はい、独特なやつですね。なんかね、ベゴニアもちょっといい感じのやつだけ入れました。これもね、なんかトゲだけが紫色っていう。これです。綺麗、こんな感じです。はい、以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。